生きていたらいいことも悪いこともきっと皆さんそれぞれあると思うんですけど、まあ、こんな世界でも生きていくかって思えるような前向きになれるような作品ができたと思います。椎野智代役を演じました永野芽郁です。今日本当に無事にこうして公開して見てくださった皆さんの前に立てることを本当に嬉しく思います。今日は本当にこうやってキャストの皆さんと登壇できて嬉しいです。初めて見た時は奈緒ちゃんと隣の席で見たので、あの二人して号泣しまして、本当に周りの人が本当引いてたんです。この人たち出てる人だよなってぐらい、私たちすごいもうなんかワンワン泣いてなんかそうこうなんか綺麗に泣くとかじゃない、もうふーって泣いてでもそれがすごく印象的だったので、あの自分の中ではあなんかすごい自分自身がやっていながら内容を分かっていながらも食らう映画ってあるんだって思っていたんですけど、昨日も私見たんです。あの初日この六本木ヒルズの劇場に見に来まして、ようやく冷静に見れたんですけど、やっぱりいい映画でした最初見終わった直後のことはあのいろんな気持ちでいっぱいで、とにかくなんで私こんなに泣いちゃってるんだろうと思いながら全てがつながって、そこに素晴らしい音楽が入って、あのパワーを持った原作がこうやって映像でまたより多くの方に届く作品になったんじゃないかなと思って、あの本当に感無量でした。